覇した清宮海斗、新世代最後の砦として最強王者杉浦隆に挑む。18年今までやってきて、その重さもこのベルトの重さも俺のやってきたことも全部分からしてる。これからのノアのタウンはこの俺だ。GHC ジュニアヘビー級王者鈴木小太郎、最強の外敵としてノアに帰ってきた小太郎は瞬く間にノアジュニアを制圧、全滅させられたラーテルズ、原田大輔が立ち上がった。そのベルトかけて俺ともう一回勝負してくれ。俺に調整してえならおめえの一番大事なもんかけるよ。俺に負けたらラーテルズ解散しろ。原田が背水の陣で小太郎に挑む。 GHC タッグ王者決定トーナメントを制し、ベルトを手にした中島勝彦、塩崎豪、挑戦者として名乗りを上げたのはフーリガンズ新メンバー日野裕二。そのベルトに挑戦させる。日野のパートナーにはマイバッハ谷口が名乗り出た。塩崎、そのベルトを追ってやるな。チャンスのベルトを追ってやる。 GHC ジュニアタック王者ヒロキ田中実、これまで4度の防衛に成功している鉄壁の王者組にバックブリーカーズ大原はじめ熊野仁志が挑む。悲願のタイトル奪取となるか。箱舟の未来を大きく左右する一大決戦。プロレスリングノアスペシャルグレートボヤージ2018 in 横浜 12.16 横浜文化体育館大会をお届けしてまいります。放送の解説は佐久間和彦さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて今日は GHC 4大選手権が行われます。まずは GHC ヘビー級選手権試合、王者杉浦隆に清宮海斗が挑戦します。まあ、グローバルリーグ戦を制したデビュー3年の清宮、佐久間さん大一番になりますね。はい、そうですね、年明けにもね凱旋してから挑戦しましたけど、はい、そこからの上積みというのは相当あると思いますので、まあ、またねタイトルマッチの経験もあるという部分で杉浦にもリーグ戦でも勝ってますし、なんとかねこう下馬評では杉浦有利というふうに思いますけど、人は吹かすような展開を期待したいですよね。まあ、前哨戦では杉浦が圧倒しましたが、まあ、杉浦は今年王者として新世代5人を倒してきましたので、うん、ちょっと資格が見当たらないですよ。そうですね、まあ、やっぱりここ一番の踏ん張りというのがタイトルマッチで全て見せてきていますよね。まあ、そうなってくると清宮が何かこう杉浦の想像を超えるものを出さないとこの壁を突破するというのは難しいかなと思いますね。はい、新時代は果たしてやってくるのでしょうか。そして GHC タッグ選手権は新チャンピオン中島塩崎組にマイバッハ日野が挑戦です。佐久間さん、フリーの日野がフーリガンズに加入しましたね。はい、そうですね、もうかなりの実力者ですからね。フーリガンズの暴走ファイトとね彼のパワーが合わさると、はい、どんな力を発揮するのかまだまだ読めない部分がありますから、そうですね、新チャンピオンとしてはこう、はい、いきなり難しい相手を迎えることになりましたよね。まあ、チャンピオンの中島塩崎組、まあ、結成後いきなりベルトを取りましたが非常に強力なタッグですよね。そうですね、タッグとしての連携というのはまだまだこれからだと思うんですけど、はい、やっぱり個の力が強いので単純な 1+1 ではなくてね、もういきなり 100+100 のようなね、うん、勢いのチームですから、まあ、これが連携が高まってくればさらに強力なチャンピオンになってくるでしょうね。そうですね、ただ日野のパワーは桁外れですからどうなるか分かりませんよね。はい、さらには GHC ジュニアヘビー級選手権試合、鈴木小太郎対原田大輔の一戦です。鈴木小太郎に2連敗している原田はこの試合にラーテルズの解散をかけましたね。うん、そうですね、やっぱりこう、ね、失うものがあるということを逆に強さにするべきだなっていうのを原田も思ってるのかもしれないですよね。相手に挑むだけではなくて自分も守る立場になることによって力が出るということもありますからね。そうですね、ただラーテルズを全員破っている鈴木小太郎、
本当にこのノアジュニアの風景を一変させてしまいましたよね。そうですね、やっぱりこう長らくノアジュニアで戦ってきた選手ですから、鈴木小太郎はやっぱりそういった部分のねプライドというのも本人も持ってるでしょうし、違う引き出しっていうのもね今の原田とはまた違う引き出しを持ってるなというのはタイトルマッチで感じられてきましたよね。そうですね、はい。さらには GHC ジュニアタッグ選手権では弘樹田中稔組に大原熊野バックブリーカーズが挑戦します。まあ、大原熊野は悲願のベルトへ、佐久間さん今度こそという思いがあるでしょうね。そうですね、やっぱりなかなかこうチャンスをつかみそうでつかめない、ということが続いていましたからね、ここを逃したらまたいつチャンスが来るかわからないですから、もう何としてでもという思いは大きいでしょうね。そしてチャンピオンの弘樹田中組は非常に弱点が少ないチームですね。そうですね、今度が5度目の防衛戦になるわけですけど、はい、着実にねこうタッグとしての力をつけていますから、これもなかなかね挑戦者にとっては難しい戦いになりますね。そうですね、まあ、熊野は勝てば6年目で初のベルトということになりますので、こちらも期待したいですよね。そうですね、メインではね後輩の清宮がタイトルマッチを戦いますから、はい、そういう意味でもねここで自分もベルトをという気持ちは大きいでしょうね。そうですね。さあということで箱舟横浜決戦いよいよスタートです。プロレスリングノアグレートボヤージ in 横浜ボリューム2、12月16日横浜文化体育館。第1試合オープニングマッチ、稲村良樹岡田金也組対渡瀬瑞希林東健組。第2試合8人タッグマッチ、斉藤明俊越高志郎モハメド米クワイエットストーム組対永井律也コーディーホールカズマ坂本井上正雄組。第3試合6人タッグマッチ、唐助早田陽平組対金本浩二諸橋誠也宮脇純太組。第4試合6人タッグマッチ、剣王正木民也小峠厚志組対樋口和貞梅田光太島谷信弘組。第5試合シングルマッチ、小川義成対ダグウィリアムズ。第6試合 GHC ジュニアタック選手権、王者弘樹田中稔組対挑戦者大原はじめ熊野仁志組。第7試合 GHC ジュニアヘビー級選手権、王者鈴木小太郎対挑戦者原田大輔。セミファイナル GHC 客選手権、王者中島和彦塩崎豪組対挑戦者前場旗口日野雄二組。メインイベント GHC ヘビー級選手権、王者杉浦隆対挑戦者清宮海斗。